番組で使わなかったシーンをご紹介します。ここからはトークの続き編です。私噂で聞いたことがあるんですけど、はい、はい、あの初めてねぶた制作にパソコンを用いたのが竹並さんだという噂を聞いたことがあるんですけど、はいはい、CAD 制作をしてるって本当ですか？いや、それは全くないですねないんですって、ないんですって。やってそうな感じはするけどね。誰ですか、私に竹並さんは CAD 制作してるって言った人誰ですか？なかなか地元のねぶた祭りの だいぶ昔とは変わって、まあ、私がねぶたの世界に入り込んだ頃、30年以上前の頃とかなり変わってきましたけども、昔はねぶたっていうと、お役所なんかでも担当する課は観光という、うん、それから経済産業でしたよね、うんうん、ところが最近はようやく教育文化学術という部分にもここ入ってきましたよね。ですから本市観光産業に多大な貢献をしてみたいな表彰の仕方、そこには教育文化学術ってない。ところが今はねぶたは青森市の宝だとか、まさに文化だとかって言い出して、教育委員会だとかもいろいろこう協力いただくようになってきましたけども、まさに学術的にも、あるいは教育の現場にしても、その文化的にも美術的にもですね、そういうところから今以上にこう広いこう視野で行政もねぶたを見てほしいですよね。ねぶた、あ、観光かっていうんじゃなくてね。竹並さん、そのいつ頃からあ、ねぶたは芸術とか、はい、そういうアートとして発信できるものだって思い始めるようになったんですか？最初はねぶたっていうのは青森のものだというふうな考え方ずっと私も持ってましたし、で今でもそうですけど、ねぶた祭りをやるには青森の風、青森の空気が一番似合います、うんうん、はい、街も、うん、なんですけど、やっぱり最初はハンガリー行った時か、あるいは千葉先生にお供して、スタッフとして何度か外国へも行ったんですけども、その時の反応ですかね、やっぱり。ですからこんだけ評価っていうか高いのにっていうふうには思ってましたね。反応でどうだったんですか？すごかったですね。まさか青森のねぶたがこんなに外国人に受けるとはって思いませんでしたか？でそのこっちでいう大上げの後にね、神事をやっていっぱいやるっていう、うん、ご存知でしょ、うんね、みんなこう飲むじゃないですか、はい、ところが大博物館の場合、皆さんタキシードに、女性はカクテルドレスみたいなので、でこうシャンパンかなんかあって全然イメージ合わないなさあって呼ばれましたからね、関係者みんな、うん、それで市長さんから見ていて、はい、うん、それで乾杯ですよ。ですからその紙の芸術作品が出来上がったセレモニーとしての評価ですから、もう皆さんビシッとこうですよね。駅前にこう可愛いのを作ってましたから、うん、ああいうのに子どもたちが参加してたようですけど、そうそうそう、竹並さんはその時何か感じたことってありますか？いや、ああいうふうにこう、ねぶた的な技法、全くあれねぶたの技法で作ってますし、描くのもねぶたの実際の絵の具と墨と炉を使って描いてますからね。子供が参加している姿を見ると、あ、この子たちがの中から将来のねぶたしようと、でその時は生活の心配なく創作に打ち込めるように環境は作っていかなければって思います。いや、大変な仕事ですねただどっかで何か新しい風っていうか、考えをある程度切り替えていかなきゃならないだろうなと思うんですね。で私絵を見るの、特に日本画見るのが好きで、あと仏像も大好きで、大きな展覧会あると東京まで、まあ、美術展見にこの間も行ってきたんですけども、で仏像とかの本を読むと、昔仏像ってお寺にあって、うん、ご本尊様で薄暗いところにこう安置して、う
手を合わせてっていうことですよね。だけどもその中ですごいものは国宝に指定されてますよね。国宝重要文化財の指定っていうのは全部調査するわけですよね、文化庁が。でその時に X 線を当ててレントゲンで中を見て、体内物がないか碑文がないか名文がないか見て、で時代を調査していつ頃の誰の作だってなって、それによって国宝だとか重要文化財とか指定していくわけですよね。ところがまだその写真を撮るとかそういうことが一般的でなかった時は、うちのお寺の本尊にレントゲンを当てるとか放射線で写真撮るなんていうと罰が当たるって言って、そうでしょうね、確かに。なかなかそれは大変だったらしいんですよ。ずっと昔の話でしょうけどね。だけどもそういう科学のメスを入れてちゃんと調査して、それによって分かってくることがあるから修復修理できちっとその残っていくわけですよね。保存状態もよく、湿度何パーセントでどうっていうふうになっていくわけですよね。だからそれとねぶたも似てるんじゃないかなと。今きちっとねぶた祭りとして残すためには新しい風や新しい考え方、これを入れて新しい発信の仕方をしていく必要があるだろうなというふうに思うんですね。古いものを残すために最新の技術と最新のその感覚センス、社会の反応も見ながらやっていってるわけでしょ、その仏像とか古いものをね。だからなんか相反するようですけど、古いものを残すために一番新しい技術を使うっていう、新しい感覚を入れるっていう、でそれが時代とともにこう変わっていくのが伝統ということなんじゃないかなって気がするんですよね。だから今ねぶたもねぶた祭りをなくしたくないっていう人がたくさんいると思うんで、今こそ少しずつこう新しい発想に立って発信していったらいいんじゃないのかなと思うんですけど、でやっぱり商品を作って売りますというのがまあビジネスとしては分かりやすいんですけど、そうではなくて価値を売るっていうか、そういうことで対価をいただくというような言い方すれば変ですけども、なんかそういうあれですよね、これで作ったからこれをいくらで売りますって、いくら売れたからいくら儲かったじゃなくて、青森らしいその青森の価値の発信ということに結果お金がついてくるという形でいけばいいのかなというふうに思ってるんですけどね。なるほどね。もっと今よりも広がりを持たせていくということですよね。ですからそういう制作者を育てるための場所であり、また環境を整えるっていうのも研究所の目的として立ち上げたんですよね。で、そういう人たちと若い人と一緒にやって、さっきのお話ですけども、ねぶた制作費という報酬はなかなか簡単にはこれ上げられない、どこの団体さんもみんな苦労して協賛いただいて集めて、本社に掛け合ってとか、やってるはずですのでね、ですからそこは簡単に上げられない。じゃあどうするか、そうするとねぶたそのものの紙と明かりのあの造形、ねぶた祭りに出てくるあのねぶた、我々が作るねぶたそのものを単なるねぶたの時だけの出しというふうな感覚ではなくて、それを一つの造形作品として評価してもらえるように、つまりその後の価値が高まれば原画の制作費だって発生してくるでしょうし、それを広告宣伝で使うところは知的財産権著作物として評価してくれたらば、それの報酬だって入ってくるでしょうし、今はまだ昔ながらの、これがまあねぶた文化の良さなんでしょうけども、ねぶたねぶたねぶただべねぶただものねぶただのさっていう感覚で芸術作品とか造形作品というのとの評価はずっとまだまだ低いんですよ。ところが県外海外では評価が高まってきてるのを青森の人たちが一番知らない。ですからその高まってきてるのに乗っかって価値を高めていって、ねぶた1台作るとまず十分
贅沢しなければ生活できますよぐらいのレベルまで引き上げていって、そしてそこからですよね、うん、そういうことをやるにはまずはねぶたっていうのは、季節労働者的に桜が終わって一杯飲みながらわわ作ってるんだよっていう感覚も改めていかなければ、もう改まってますけども、それを皆さんに、理解してもらうようにしなければなりませんよね。うーん、竹並さんが考える他のこう青森のいいものとか、まだちょっと評価されてないのが寂しいなと思う分野とかものとかありますか？青森の町自体ももっともっと評価というか観光客に、理解してもらっておいでいただいてもいいのかなっても思うんですけどね、うん、というのは青森って海にも山にも近いでしょ、うん、こういうところって他にはないじゃないですか、うん、そうですね、例えば今ここから海見たいっつってガッポ朝虫行くったって1時間かかんないわけでしょ、うん、でちょっと山だってそんな1時間も走ればかなり、うんうんうん、あの山の雰囲気を感じられるところまで行くと、うん、この海も山も近いっていう、しかも食べるものが美味しくて、うん、お酒が美味しくてっていう、そうですね、だけどなんか青森の観光っていうと十和田行ったりとか、なんかこう市内は通過だけみたいな部分ありますよね。それから現青森駅に降りた時に、ホームに降り立った時に駅舎から海を感じることができるのは青森と富山と2つだけなんだそうですよ。青森は今ホームを降りるとエファクトリーがあって、うんうんうん、そのファクトリー越しにこうヨットとかいれば帆が見えますよね、うんうん、で潮の香りして海を感じることできますから、うんうん、あれも駅としては非常に魅力的な駅なんだそうで、うん、まあ、鉄道マニアとかはだから結構来たりしてるんでしょうけども、うん、あの辺ももっともっとこうそれこそベイエリアをねすぐ駅からすぐ海っていう、うん、初の頃、そうです初の頃初心と書きました。はい、初心っていうとよく初心忘れるべからずの初心、あれは世阿弥の、うん、芸術論の中に出てくるその初心とはちょっと違うんですけども、あれは若い頃の気持ちでいてもダメだよ、もっと年は年とともに修行していかなきゃダメだよっていうようなことを諭してる初心なんですけど、この初心は最初に思ったことを、まあ、貫くっていうか、子供の頃好きだったねぶたをまあずっとここまで続けてきたのも、なんか苦しくなったり大変になった時にねぶた作りたくて青森来たんだよなとか、ねぶた師になりたかったんだよなって作りたかったんだよなと思うと元気が出てくるっていうか、それからねぶたを作る時にも一枚の原画を描く時にパッと浮かんだ最初のインスピレーションを迷った時は最初の考えに立ち戻るっていう風にしてきてるんですよね。こう欲が出てきて作ってるうちにここは赤って考えたけど、いや青がいいかなとか、やっぱり黄色がいいかな緑がいいかなとかいろいろこう考えるんですが、悩んだ時は最初に戻るという初心ということで書かせていただきました。いろんなことに当てはまりそうですね。それ経営でもありますからね、うん、いろんなことを考えてこう考えて考えていってますが、結局いい答えが出なくて結局最初に戻ったのが一番良かったりするんだよね。